エルコレ2世デステは、フェラーラ、モデナ及び、レッジョ公、アルフォンソ1世デステと二度目のヒルクレツヤ・ボルジアの、長男として生まれた。ローマ教皇アレクサンデル6世の孫、チェーザレ・ボルジアのおいにあたる。1528年に、フランス王ジョルネと結婚。彼女は、義兄フランスワ1世から、莫大な持参金と年金をもらっていた。彼女は、 フェラーラ宮廷の伝統になっている科学や芸術のパトロンとしての役割を担い、ベルナルド・タッソやフルビオ・ペレグリーニ・モラトを招聘した。1534年10月に父の死により行為を継承すると、皇妃、レナータの持ち込んだフランス文化が支配的で高くつくことから宮廷を反フランスに塗り替えてしまった。また、エルコレ2世はレナータがジャン・カルバンと文通しており、 プロテスタントへの改修が疑われることから、妻を異端の疑いで拘束し宗教裁判にかけた。外圧に逆らえない夫により、1554年に、レナータは懺悔させられ、身柄は拘束されたままだった。エルコレ2世は1556年に、ローマ教皇パウルス4世フランスと同盟し、スペインと戦った。また、弟の一方里と数奇教同様、 芸術のパトロンであった。ありがとうございます。